里崎チャンネル。こんにちは。さあ金曜日。金曜日は週に2回の佐々木智也全試合総チェックのお時間です。ただ今回はですね、パリーグがカースイと、2連戦と、ね、セリーグはカースイ木3連戦というところでですね、撮影も編集も分割して疲労感なくやろうということでですね、今日はちなみに、木曜日です。パリーグがカースイと、終わったので、まずパリーグ編を撮って、で、今日の試合、今からプロ野球ニュースに行くんで、そこで全試合見て、で、終わってから収録という形でやります。なので、バックの絵とですね、服装が変わりますけど、皆さん気にしないでください。楽な方法を撮っていこうという形でやっていきたいと思います。なのでですね、今日はまずパリーグからやっていきましょう。さあパリーグ、日本ハム対オリックス、5月11日1対9でオリックス、そして5月12日2対1で日本ハム、1勝1敗の引き分け、ね、五分という形でね、終わりました。オリックスはね、水曜日にね、山本を立てて、宮城山本でね、2連勝したかったところがね、1勝1敗になってしまったっていうところで、オリックスはね、県産会だったところなんじゃないでしょうかね。逆に日本ハムはね、山本からしっかり勝ってっていうところでね、いい流れを持ってまた週末にね、戦いを挑めそうだなっていう感じがします。ということで振り返っていきましょう。5月11日1対9でオリックスの勝ちということでね、宮城、今季初ホームランをね、1回杉谷に打たれるんですけども、素晴らしいピッチング、グッピッチ。ね。あのインコースになった球がね、真ん中寄りに入ってホームラン、今年初被弾っていうところでね、しかも杉谷が打つね、タカチャンネルが喜んでるぜ！ね。まあ、この宮城ね、やっぱ宮城のね、生命線っていうのは、対角線のストレートしてないんですよね。逆対角線のストレート。どっちかっていうと、インコース、右バッターのインコースに投げたストレートの方が若干甘くなるっていうね、感じがたまにあるかなっていうところですけども、アウトコースのストレートのね、生命線は本当に素晴らしい。マウンド、プレートをね、一番ファースト側踏んで、そこからしっかりね、投げ込んでいくというところで、まあこの試合もね、この逆対角線のストレート、非常に素晴らしかったかなと。あとね、直球と変化球。そして変化球の中でも、カーブとスライダー。で、まっすぐとチェンジアップなどでね、しっかり緩急をつけて、このね、変化球同士でも緩急をつけるっていうところで、で、しかもそれがね、腕の振りも完璧、精度もいいというところで、まあ、バッターがね、非常に絞りにくい。で、たまにね、インコース、ストレートをね、使うのよ。で、そのね、特徴的なところがですね、これです。日刊スポーツで、里崎、評論してました。ね、その時がですね、特徴的なのが、1回ね、万波に対して、初球スライダーでストライクを取って、2球目アウトコースストレート、そして3球目にインズバ。で、ここでね、見逃し三振。で、左バッターのね、宇佐美に対しても、初球から、5球目まで、しっかりね、アウトコースでカウントを取りながら、6球目にインコースの146キロのストレート、ツーシーム系かね、しっかり投げ切って意識させておいて、最後カーブでね、見逃し三振っていうね、この、右バッター、左バッターにも、比較的インコースのストレート系っていうのは、そんな頻繁的に使わない。使うってなれば、1巡目ぐらい。最初の方に使って、もう、中盤以降はアウトコースの出し入れで、バッターが変化してきたら、インコース。だからキャッチャーもよく見てるよね。そういったところのリードも含めてね。で、しかもこのインコース入れてくるときは、スライダーで入れてみたりしながら、目先の変化、緩急もつけてね、非常にこの19歳と思えないようなクレバーな、ピッチングで、しかも精度も高く、本当に、素晴らしいピッチングね。まあ、杉谷にホームラン打たれましたけども、8回ね、111球、4安打、9三振、無四球、1失点。非常に素晴らしいね、戦い、活躍だったんじゃないのかなと。しかも打線ね、1、2番が機能と、そして下位から上位へっていうね、この打線が機能したことによって、吉田の前にランナーが出る。で、吉田が返す。グッと。しかも吉田が返せなかったら、初回の杉本のように、ツーランホームラン。で、この吉田杉本も昨日ね、しかも100万円、グッと。杉本、100万円もらえないんだよ。厳選でね、2割ぐらい引かれるから、手取りは80万だよ。しかもそこからまた税金引かれるからね、半分だと思って、夢ないね。ね、こんなこと言っちゃうね。ということでね、この1、2番、やっぱこのね、
やっぱオリックスはこの 1,2 番がしっかり機能するとやっぱ強いね。福田が入って2打数1安打で、足立も4打数2安打ね、吉田3打数1安打、杉本3打数1安打で、吉田杉本でね打点5って言った形で、このやっぱり流れがいいよね。で、下位打線からもね、紅林宗などでヒットを打って上位につなげていって 1,2 番機能すればね、非常に分厚い、打線になるんで、こういった戦いがねオリックスしたいのかなっていうようなね、いい形の今後に向けて、素晴らしい形の、オーダー、そして活躍だったかなと思います。で、日本ハムのね、先発、金子はね、まあ、キレもなかったですし、ちょっとね、緩急もつかず、ちょっと制球もね、甘くコントロール真ん中に入っていくっていうところで、まあ、打ち込まれちゃったかなっていうね、なかなか、難しいピッチングになってしまったかなという、感じでしたね。あとはもう宮城にね、完璧に抑えられて、杉谷のね、一本だけなんで、まあ、ここはね、もう、完敗っていうところじゃないでしょうかね。12日ね、2対1で日本ハムの勝ち。ね、日本ハム加藤。こちらね、前日の宮城と同じように、カットとスライダー。そしてフォークとチェンジアップなど同じ曲がりで曲がりが大きい小さいスピードが速い遅いっていうところに変化をつけてもう打者を翻弄ね、あのしかもストライク先行ねほぼストライク先行で攻めていって、しかもコース低さともに完璧ね。だからバッターとしてはやっぱりね、どこまで曲がってくるのか、どこまで落ちるのかの緩急っていうのが非常に、迷うっていう打席になったんじゃないのかなと。しかもストライク先行でどんどん来るんで、もう気づいたら追い込まれたり、気づいたら打たされてたり、初球から打たなきゃいけないタイミング外されたり、まあ非常にね、加藤ペースで、いいピッチング、素晴らしいピッチングできたんじゃないのかなと。しかもね、こう、相手がね、山本っていうところで、このロースコアに持ち込まなきゃいけないところで、このね、まあ、加藤自身はね、0点ですから、非常に素晴らしい、グッピッチ。ね、ビッググだったかなと、思います。そしてね、打線の方も、山本から2回、ワンボールの8球目ね、粘って粘ってして、カットボール、ライトへのホームラン。サムライジャパンで多分ね、走行試合で打ってんだよね。ラミゴかなで来た時に山本からアウトコースのカットかなんかをバックスクリーンにホームラン打って、うわ、こいつすごいじゃんっていうのをすごい覚えてる。ね。あの時と同じように対山本に対して強いのかなっていうね。で、まあ、で、その後もね、7回、2アウトからワンボールをね、ライトへツーベース。そしてね、太田、高めにね、浮いた方向をね、しっかり叩いて2点目のレフト前とね。もう山本もね、全然悪くない。それは打たれるよ。ずっと完封しなきゃいけなかったらもうきついじゃん。ね。しかも2点で抑えてるからね。これはもうね、被安打しかも5。で、2失点。これはもう援護ないことがあるよ。ね。だってしかも、7、8、9と、得点圏でランナー出してんのにそこで1本出ず、逆にね、日本はまあそこをしっかり守りきったっていうところもあるし、その7、8、9でね、前日のように1本出てればね、また違ったね、形になってたんじゃ、ないでしょうかね。だからそこもね、7回も、まあもや。で、下位打線に行ってね、2アウト1、2で紅林、アウトになったり、まあ8回はね、T 岡田のホームランで1点取って、おい、行くぞーってなったところで、宗福田がね、アウトになって、で、足立センター前、で、吉田が繋いで、杉本一発っていうところでね、ここをセカンドフライ。で、9回も、まあ、中川がね、10球粘ってフォアボール、グーって、こういうのいいよね。で、その後ね、T 岡田、ね、その時の小田もね、盗塁成功、グーって、で、フォアボール、だからもうめっちゃ必死でいってるよね。必死でいっていっていって、最後もうね、しかもいいプレーも出てた、昨日。見てたら、お、いいプレーも出てたし、打つんじゃないのかっていうところでね、最後ね、センターフライっていう形で、まあ、あと1本っていうね、いい攻めはしたけどね、1本っていう。でも、こういったところでオリックスはね、勝っていきたいし、日本はね、こういう試合にしっかり勝ち切ったっていうところは、非常に素晴らしい戦いだったんでしょ、ないでしょうかね。結果、1勝1敗でした。続いて、楽天対西武。5月11日、3対3で引き分け。そして5月12日、4対3で楽天の勝ち。楽天が1勝1分けで勝ち越しっていうね、試合展開になりました。5月11日はね、楽天騎士、5回82球、6安打5三振、1失球3失点でね。まあ、悪くはなかったけども、若干球が高く浮くところが気になるかなっていうね、ところまで。だから惜しいね。これだから一回勝ちつけてやればまだポンポンっていくんだけども、これまだつかないことでね、ちょっと低迷してきてるかなっていう。でもね、見た感じそんな悪いとは思わないんだよね。でもちょっと高く、たまに高くね。だから開幕投手のいいピッチングの時ってほぼ低かったんだけど、そこが勝てなくなったら若干高めに浮くところがあって、まあ、そこがね、ちょっと気になるかなと。で、西武はね、一回源田がね、ライト前。こんなインコースのね、スライダー系、カット系、超厳しいところだよ。それうまくね、源田。グヒット。その後ね、森がストレート空振り、カーブ空振りで追い込まれて、ストレート、カーブを見逃して、最後ツーシーム高めに浮いたところをライトへホームラン。ね、しっかり追い込まれながらも浮いたところを見逃さない。グッパッティ。ね。で、これで先制して、いけるかっていうところで、
ダムディ。ね。ダムディはね、5回104球、6三振1死、1つのフォアボール3死って、球数多い。ね。全体的にね、高かったり、勝負球が甘く入ったり、ファールにされるのが多く、球数がかかるんだよね。だからこう、勝負球っていうところに、これ、だから全体的に、カウント取りも勝負球も一緒になってくるから、多分ファールが多くなるんだよね。その中で、まあ、粘り強く投げたけどね、しっかりね。だからもうちょっと簡単にポンポンっていけば、ダーモディのね、ペースになっていくんじゃないのかなっていうところでね、まあ、まだまだね、期待値は、あるんじゃないのかなと、思います。でね、こちらも一回ね、浅村がね、一回、ワンアウト1塁から10球粘って、チェンジアップをライト前。でそしてね、島内が、初球、タイムリーツーベース2打点ね。で、3回、ノーアウト1塁から、また浅村が6球粘って、ライト前ヒット。で、島内がね、チェンジアップをライトへ1打点ね。で、その後、茂木、内田、ディクソンと3者連続三振。ここね、ダイムディ、グッピッチンね。ここをね、バタバタバタってね、見てていくかなって思ったけど、ここをね、しっかり踏ん張れたところがね、まあ素晴らしかったっていうところと、まあ楽天としてはね、ここ、もう一回ね、行きたかったなっていうね、感じがありますよね。で、楽天はね、2回裏、ディクソンがサードね、クルクルクルって回ってきたやつね、内野安打になって、しかも、盗塁。グッド盗塁。ね。しかももう、牽制もされてんのに、足動いた瞬間走ってたよ。なんか癖があんのかなっていうぐらいのね、素晴らしい走塁だったけども、ここで大田がね、バント失敗。バーン！あそこでバントしたら、ここ結構ね、序盤のね、キーポイントだったよ。あそこでバントできてたらっていうね、そういったところをね、きっちりやっていかないと、やっぱ打率も下がるんでね、まあもったいないかなっていうね、ところはありましたけど、まあ岸、ダーモディともにね、まあ、絶好調じゃなかったけども、その悪い投げにね、よく踏ん張って、投げ切ったかなと、思います。あとやっぱりね、楽天はね、この、浅村の前にね、鈴木大地がランナー出てんだけども、この鈴木大地、浅村、島内っていうこの流れがね、最近怖い。完璧。だから大地をね、全力で抑えに行かなきゃね、いけないなっていうね、感じがしましたね。で、5月12日、4対3で楽天の勝利というところでね、楽天則本、昨年6月以来の2桁奪三振、7回121球ね、6安打10三振、3四球3失点と、ストレートも変化球も腕の振りも良かったし、あとね、踏み込みが、左足の踏み込みがね、力強かった。グッグッピッチング。なんかもうストレートもなんか力強かったもんね、生きてたし。なんか、去年は、どうしたなんか、脱力投球ちょっとらしくないね。あ、怪我の影響みたいな感じがね、ありましたけども、昨日の投球っていうのはもう本来のね、一番いい時の則本に近いような踏み込みの力強さ、荒々しさ、腕の振り、力強さ、非常にね、すべてが必ず揃った素晴らしいピッチングだったんじゃないですかね。まあ、その中でね、西武は、4回表ね、栗山が、ショート内野安打、で、山川がね、ホームラン。これストレート見逃し、ストレート空振り、で、ストレートと3球続けて、まあ、さすがに山川対応。グッパッティン。ね。山川がね、ここで上がってきて、もうフィットしていけばね、ちょっと打線の厚みができてね、もっといい形のね、試合が、西武はね、取れるんじゃないのかと。まだ今季楽天に勝ってないっていうところでね、なかなか厳しい戦いですがね。で、あとね、源田森のこの1、2番の打順コンビ、いいね。日曜日もね、源田5打数1安打で、森がね、5打数3安打打ってんだけど、3番のね、この中村が4打数ノーヒットで、ここで1本出てればね、全然違ったと思うけども、今日はこの中村がね、ちょっと機能しきれずね、打線がちょっと分断されちゃったかなというところはあります。でね、西武先発2位のね、4回裏の4失点のみで、まあ次回ね、期待できるんじゃないのかなと。この1イニングだけなのでね、球速はそんな出てないけども、力強さはね、非常にあったと思うし、こうちょっと動かしながらね、まっすぐツーシーム、カット、スライダー、チェンジアップで、持ち前のね、こう打たして取るっていうピッチングで動かしながらできたと思うんで、で、まあ6回ね、93球、5安打4三振、フォアボールは1個ね、で4失点っていう形で、まあこのね、4回裏の4失点のみっていうところで、ね、しかも球数もね、いい形で、投げれてるんで、そういった面ではちょっともったいなかったなっていうところはありますけど、まあ次回ね、期待できるピッチングだったんじゃないでしょうか。で、楽天はね、この4回、鈴木大地フォアボール。で、浅村レフト前。ほら、前日と一緒。繋がってくる。で、島内が、スリーベース、ライトへ、2点。もう完全に、前の日と一緒の流れ。で、こっから。で、岡島はセカンドゴロの回転。これね、内野後ろに下がってて、もう1点 OK ですよっていうね。で、もう3点目やって。ここでね、終わってれば、よかったセーブを。しかし楽天が、こっから怒涛の攻撃で、茂木がセンターへスリーベース、リクエストになるけどセーフ。ね。で、大後、初球スクイズ、4点目。ぐーっと、大後、あれは難しいよ。あのスクイズは。こんな言ってたからね。あの高めのストレート系で外されて。で、まあちょっとね、ハーフライナー気味になったけども、ランナーもしっかりそのね、ノーバンに取るか取らないかっていうところを判断して、しっかりホームにね、茂木も帰ってきてたし、非常に、しかもあの初球スクイズね、なんかリクエストでごちゃごちゃして、で、セーフになりました。次のバッター、
初球ピッチドアウトできないよ多分、そんな余裕ない。だからね、もういつももなんか石井和久さんの作戦って野村監督の作戦によく似てる。なんかね、いやらしい、まあ表現いいか悪いか分かんないけど、どさくさに紛れてなんかね、あの奇襲の一手で打ってくる。だからまさに奇襲。俺作戦面だけ見てると野村さん の, あの教え子たちの中で石井和久さんが一番試合全体見ててもなんか野村さんっぽい作戦が。だからそういったところでは見てて面白いし、いやひょっとしたらこれっていうところでねやってくる。でもね、相手はそれねどうしようもないし防ぎようもないところでね、この決めの一手ね打ってくる。石井監督采配グッツ。いやしかもね、オゴもねしっかり決めたし、非常にねあのスクイズで、その1点がね決勝点になってるっていうところでね、非常に素晴らしい作戦でもあったし、やっぱでも素晴らしい作戦っていうのは選手がそれを機能させないとそれはもうねダサくになっちゃうのね。そこをしっかりね機能させた、オゴ、そして茂木のねその迷わないで走塁っていうところも非常に素晴らしかったかなと。で結果ね、1勝1分けで楽天の勝ち越しになりました。パリーグ最後、ソフトバンク対ロッテね。5月11日4対1でロッテ。そして12日8対8で引き分け。1勝1分けでロッテの勝ち越しになりました。これはもうね、怒涛のような試合だったね。昨日は。11日はね、ロッテ二木、6回96球、2安打5三振、2四球、1失点と、対角線のね、ストレート、しっかり投げ切っていって、で、そっからフォーク、スライダーっていうところが、しっかり低めに決まって、コントロール、グッツ。本当に素晴らしいピッチングだったね。ただよ、ただ注文ある。バッテリーシュート3つ、牧原1つ、佐藤1つ、5盗塁でプラス M など冒頭1バーッ。しかももう盗まれてきてるしね、ちょっとここはそのどうにかしていかないと。まあね、昨日の試合でも3盗塁と、しかもキャッチャーのスローイング結構完璧に投げてても、もう取った時に足入ってるからね、もうあれキャッチャーはね正直どうしようもない。だからこのね、だからこの2試合で何盗塁いかれてんの、3、4、5、5、8通り行かれてるわけよね。だからこれまだ1勝1分けでいけてるから良かったけども、こういうのちゃんとやっていかないと、後々そういったところのね、1点勝負っていうところで足を使われてね、負けるっていう。しかも逆にロッテはね、その、荻野とか、和田とか、岡とかね、足を使って相手にね、崩していく、終盤逆転に向けていくっていうところをね、持ち味にしてるのに、それをね、最初からパン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 やられたら、それがボディーブローのように効いてきて、今はいいけど、後々ね、ココイチの試合で、それが痛手になって負けるんじゃないのかなっていうところでね、今のうちに対策しておいた方がいいんじゃないのかなと。特にピッチャーのクイックに関しての方が、多々思うね。キャッチャーね、まあ、エムラの冒頭はあったけども、まあ、盗まれてるから焦るっていう部分もあるんで、そういったところはね、まあ、エムラもしっかり練習はしてもらいたいけども、ピッチャーのね、クイックっていうところはもっとしっかりね、取り組んでいかなきゃいけないんじゃないのかなと、一番ね、この2試合をね、見てて思いましたね。しかし、二木ね、ピッチングは非常に、良かったと思います。ソフトバンクね、武田。ローテーションね、変更して、ファームで2イニング調整登板して、この火曜日にね、投げてきてっていうところで、まあ、投手陣もね、怪我があったり、なかなかだったりしてね、ちょっと苦しい状況の判断っていうところでね、先発のやりくり、ちょっと大変そうだなっていう中でね、まあ、ロッテのね、キーはもう、荻野なのよ。俺の中では。初回ね、ショート内野安打。で、ここでね、盗塁。で、ツーアウト二塁になってね、安田、レフト前タイムリー。これ30打点目。グッツ。ただね、何回も言ってるけども、安田の得意なのは外高めの中途半端なところが腕伸びながら一番バットが出てきやすいんですよっていうね。でもそこをね、そこでもしっかりね仕留めるっていうところね、得意なところでも仕留めきれないやつがいるからね、そこを仕留めるっていうところではね、安田などね、安田のバッティング非常に良かったんじゃ、ないのかなと。あとレアードホームランのやつね、2回3ボールから、スライダーね取りに来たところホームラン。まあ、これはね、まあ、ホームラン打たれたっていうよりも、こう、スリーボールにしたことがね、もう間違いだよね。で、しかもレアードに思いっきり振られて。で、4回、初球ね、高めのストレートを外してから多分攻めようと思ったんだろうね。カーブとかいろいろ行こうと思ったところが、外そうと思ったら、下に下がってきて、そう、ホームラン。バーッ！一番後悔するパターン。高めに外そうと思ったのに、低めに落ちてきてホームラン。そこきっちり行かなきゃ。ねえ、もったいない。ね。ソフトバンクはね、やっぱソフトバンクのキーは逆に、ロッテのキーは荻野だったら、ソフトバンクのキーは逆に、ね、柳田。ね。その柳田がね、この試合4打数0安打。ではちょっと打線的にね、得点源きついかなと。で、あとね、一番気になったのが、何気にちょっと細かいとこなんだけども、9回ね、ワンアウト2塁で、中村がね、ショートライナー打つんだけども、セカンドランナー佐藤が打った瞬間スタートしたように見えたんだよね。いや、仮によ、抜けると思ったんだったらよ、3点差あるのよ。そんな、慌てていく必要ないよね。あれがもし同点とか、1点差
だっても俺はちょっとダメだと思うんだけど、もうそこをすごい温かい目で見ても、あの打球でスタートってアウトカウント間違えたんかなっていう、バーッと、アウトカウント間違えたかどうかは俺の想像なんだけど、それじゃないとちょっとガッていかないんだよね。あの3点差であんなに飛び出すか、スタート切る必要あるか、むしろ1点差でもあれスタート切るか、しかもランナー1、2塁だったらまだわかるけど、2塁だから別にそのまま止まって最悪1、2塁でその後のバッター一発で同点っていうところでもよかったんじゃないのかっていうところがあるんでね、あの佐藤の走塁本当に気になったんで、でもね結果的にはバーッとです。5月12日ね、8対8の引き分け、壮絶な試合ね。ソフトバンク和田ね、4回まで完璧、一人のランナーも出さないですっごいピッチングだったのに、5回ね安田に3ボール2ストライクから、これはもう完全ねフォアボールを嫌ってスライダーをね取りに行ったんだよね。まあ前の日ストレートね、まあピッチャー違うけど打たれてるっていうところでね、まあ曲げとこうっていうところで、まあねフォアボール嫌ってストライクを取りに行ったところを高く入ってね、それをセンター前で、角中は今度ね初球のストレートでセンター前打ってノーアウト一塁で、レアードねストレートストライクで、チェンジアップボールでチェンジアップストライクってやって、ワンボール、ツーストライクからインコーストレート行ったのね。多分詰まらそうと思ったんだろうね。しかもその前の日のね、ホームランがどっちかっていうとアウトコース寄りをね、打たれてるんで、インコースでね、詰まらそうと思ったのが、最悪の逆球ど真ん中。そんで、ホームラン。和田。バーン！そこミス！もうそれで、全部がバタバタって崩れていったね。あの、和田としてはね、うわ、あれで入るんかっていうようなね、表情に見えましたけども、あれがね、テラスの怖さよ。あのテラスじゃなかったら多分アウトだったと思う、もしくはフェンチョクね。まあその中でね、あそこ勝負だもん、もっと切ってね行きたかったところがね、こうだってど真ん中入って、まあそこをね見逃すレアードね、ホームラン、ガーッとナイスバッティングね。でその後ねワンアウトなってから藤岡センター前で柿村バンド失敗、バーッとワンアウト一塁でまたバンドのサインで出れないから、しかも失敗しやがって、まあ、そこ成功しとかなきゃお前誰下がんぞね。で藤岡盗塁、グッと、これがねワンバンになって回もね投球できずっていうところで、あそこでねしっかり仕掛けていくっていうね、もうまさに盗塁対決みたいなね。でその後ね荻野がレフト前タイムリー1打点で、マーティンがねライトへツーベースで、荻野ねホームへヘッドスライディング、グッソーレね、あれよホームはねヘッドスライディング必須よ、あれがね一番早いのよ、しかも走力もいけてね。でここでその後終わるかと思ったら、中村がねレフト前と一気に6点ね、ビッグゲーム、これ見て思ったよ、あもうこれロッテ勝ったなって言って、9割9分勝ったなって思いました。そしたらよ、ソフトバンク7回裏ハーマン、まあ、ハーマン出てくるよね、ハーマン唐川増田っていくんだから、そしたらワンアウトからシュート19球粘ってフォアボール、グーッ、この粘りすごかったね、もう何としてでも塁出るってね、ああいうバッティングされてやっぱシュート嫌だね。でそうなったら甘めに来るから、それでヒットになるんだよね、だってフォアボール出したら盗塁あるから、やっぱりね、でヒット打たれてもまあホームラン打つけどもそんなにない、だからストライクゾーンで勝負しようってなってくる、それをカットされてフォアボール、シュート、ガッと、相手にとってはすごいねボディーブローのようにきつかった、ね、内容だと思います。その後きっちり盗塁されてね、で牧原レフト前ね、きっちりまた盗塁されて、で2、3塁で、こう栗原で犠牲フライで1点取って、柳田が、レフトツーベースで、その後ちょっとワイルドピッチポーンと弾いてところで3塁グッと判断、あの走塁良かったね、あのちょっとの隙を狙っていくっていうところで、また柳田がね調子のとこ上がってくるんじゃないのかなと。でその後ね中村がカーブ高め打ったところをレフト前ヒットね、で甲斐がとどめのホームラン、甲斐ガーッ、甲斐選手とはね最近リモートでグッドモーニングの取材をさせてもらったんで、近日公開されると思います。ここで一気に5点、あ、クブクリーンロッテが勝ったと思ったけど、クブクリーンもうソフトバンクの勝ちやわと思ったら、まさかのまだまだ終わらないっていうところがね、始まります。それでね9回ね、レアードサードゴロ、牧原普通のサードゴロよ、ファーストにワンバンバーッと、あれでねざわついてよ、え、ひょっとしたらあるんちゃうっていうね。でその中でね一番思ったのが、このモイネルね、このね岡のフォアボールがね全体的に言いたかったよね。こうまあエラーで出てもまだね2点差あると、でその中でこの岡にねフォアボール、しかも結構そんなタイミング合ってなかったからね、あれストライク行ってたら打ち取れたんじゃないのかっていうところで、フォアボールはね非常に痛かったですよね。でここでね藤岡バント、グワッとナイスバントね、しっかり決めて、で
代打エチバリアね、ストレート全くタイミング合ってないところでこのチェンジアップね、低めに落として三振取りたかったのにチェンジアップ浮いてきたんだよね、高めに。しかも2ストライクからね。俺は別に2ストライクから勝負するのが全く悪いとは思わないけども、ストレート振り遅れててチェンジアップが高めに浮いて、たまたまタイミング合ってなかったから合っちゃったんだよね。打ったっていうよりね、合っちゃったんだよね。でそこでね、三遊間抜けていって、だからちょっとまあ表現悪いけど汚いヒットだったけども、あれ低めに行っときゃ普通に内野ゴロだった 100%。 あの感じ見てたらね、それがたまたま高めに浮いちゃって、だからここもうちょっとね意識したかったなっていうところもあるんだけども、モイネロこの9回全体見てたらストライクとボールがめっちゃはっきりしてた。だから際どいとこなかった、ストライクからボールとかね。最後のマーティン取ったのはいい形のカーブ投げたけど、全体的にボール、全体的にストライクみたいなね感じで、ストライクとボールで、ね、はっきりしたかなっていう中でね、まあ甘い球をねしっかり仕留めたっていうね。でその後もね、荻野が、しっかりねこのチェンジアップ空振りストレート見逃しで、でストレートねこの真ん中ね入ったところ犠牲フライ、ここもね甘いのよ。勝負するのは悪いことだけど、それだったらもうちょっとコース投げるとかねしていきたいところでね、そこ甘めに入って犠牲フライで、その後ねマーティン三振。このマーティンのね三振は多分あのその前に犠牲あの当たって足に自打球がレガースしてても、あれでねちょっと踏み込みが弱くなったのと、踏み込んだ時に多分止まれなかったでね、あのカーブは良かった、最後のだから、あれぐらいのねとこ行きたかった。だからもったいなかったね。だから全体的にストライクとボールがはっきりしすぎたなっていうところとね、タイミング合うところに投げちゃったかなっていうね中で、結局ね同点、一気にね逆転されるんちゃうかってね、ソフトバンク的にはロッテからしたらね逆転するんじゃないのかっていうところに見えましたけどね、同点だから、まあロッテが勝ったなっていうところで、ソフトバンク勝ったな、だからどっちもに勝ったなっていうところがあって、引き分けだからまあ仕方ないのかなっていうね、ところの試合に見えました。結果ね1勝1分けでロッテの勝ち越しになりました。そしてただいまの順位は1位楽天、2位ロッテ、3位ソフトバンク、4位西武、5位オリックス、6位日本ハム。だから5ゲーム差、最後まで。まあ、ちょっと、一時 3.5 ゲーム差だったから、若干離れたかな。まあ、ここはね、今日休みだから、金曜日から、ロッテ対西武、で、ソフトバンク対日本ハム、で、オリックス対楽天か。佐々木朗希がね、投げるかもしれないっていうところで、佐々木はね、日曜日、解説ですけども、どの試合に投げるのかね、ぜひ楽しみにしたいと思います。ということで、とりあえずパリーグ編は終わりです。だから今日夜ね、セリーグの試合を見て、また収録して、金曜日に出したいと思います。さあ、ということでですね、夜になりました。夜っていうか今、プロ野球ニュース今日行ってたんで、それも帰ってきたんで、日付回ってますけども、なんと今日、阪神中日戦以外が、雨天中止ということで、1試合になりました。まあでもね、この、3連戦をチェックしていきたいと思いますけども、まずはですね、続いてセリーグね、前半パリーグ終わりましたけど、セリーグね、ヤクルト対広島ね、5月11日0対0、この1試合ね、まあもともと2連戦 で雨で中止になったんでね、この1試合だけになってしまいましたけども、まあ、ヤクルト田口ね、7回95球5安打5三振2四球無失点と、9割以上1人のバッター以外全部そうだったと思うんだけども、あの2球以内にストライク取れて、でどんどん攻めの投球で広島打線、もう全く的絞れずっていうところで、これどんどんね、まあ、ストライク先行で勝負するって、ストライク、どんどんストライク投げていくっていうことは、正直、打たれる確率も上がるんだけど、でも、抑える確率も上がるのね。だからそれがね、ここ最近の田口の好投の一番のキーポイントにね、なってんじゃないのかなと。だからこの日もね、しっかり、2球以内にストライクを取って、自分優位な球、で、カウントで勝負できて、そこの中でいろんな球種で、振って、まあ、的をね、広島打線に絞らせずっていうところで、非常にね、グッピッチだったんでね、ないでしょうか。ね、しかし広島もね、森下、ね、まあ、四球でフォアボール6個と、制球苦しいんだけども、まあ、被安打3とね、もうなんか力でねじ伏せたからね、もうガンガン投げて。で、まあ、ちょっとはね、ちょっと苦労したかなっていうところありますけど、まあ、しっかりね、0点で抑えて、まあ、0対0の引き分けになったんだけども、まあね、ヤクルトとしてはやっぱいい場面で言うと、このね、3回表、ツーアウトから山田がレフト前ヒット打って、で、村上の打席にね、初球から盗塁。ガッツ。今季初盗塁ね。まあちょっとね、下半身不良のコンディション不良っていうところがあって、まあ打ってはいたけど、これ盗塁しないとまだ万全じゃないのかなってずっと思ってたところで、ね、しっかり、初球から走って盗塁。で、ここからね、多分盗塁の数も増えていくと思うんで、そういった意味でも、こっからのね、山田テストが本領発揮で、ちょっと怖くなってくるんじゃないのかなっていうようなね、形がやっぱ盗塁ね、で見えてきましたね。広島、
2回表ね、これもうね、チャンスが少なかっただけにね、このチャンスを生かさなきゃいけないっていうところで、2回の表、坂倉がね、ショート内野安打。で、翔水がね、レフト前ヒット。で、ここで、ノーアウト1、2塁。で、小園、森下って、繋がるところで、小園がね、バント。で、まぁ、結果だけ言うと、小園がバントで、で、森下がね、キャッチャーファールフライ。で、菊池がライトフライで、無得点。ん？小園バント、3割打ってるのに、ここ思い切って、打ちに行ってよかったんちゃうかと。で、もし打ちに行ってね、まあ、ボン出して、だった場合、もし、ワンアウト1に残ったら森下バントで、ツーアウト2、3塁で菊池でワンチャンス勝負でもよかったんちゃうかと。小園がバント行くんだったら、まあ、森下もね、確かにバッティングいいけども、思い切ってスクイズしてみるとか、ちょっと作戦が欲しかったなと。なんか消極的なね、バントに見えたかなと。まあ、ここはね、小園バントじゃなくて、やっぱ、打ちに行って、打てなかったら森下バントで菊池ワンチャン勝負っていう形が良かったんじゃないのかなと。まあ、森下もね、バッティングいいだけに、ここのね、バントはちょっと、ん？クエスチョンっていうね、形の作戦だったかな。でもね、ここでしっかり点取ればね、森下で逃げ切りっていうところも見えただけにね、ちょっともったいない、攻めになったかなと。あとね、ヤクルト、キャッチャー中村、ね、9回、それね、盗塁アウト、ガーッ！あそこまでね、盗塁されてたらもう一本っていうね、ところだったかもしれないけども、しっかりね、あそこを刺してね、この引き分けに持ち込んだっていうところで、中村のね、スローイング、ガッと。ね。というところで、0対0の引き分けです。ちょっと仕上げないんでね、これ以上コメントしようがないですけども、まあ、ここからね、開けて、まあ、どういった戦いになるのかっていうところがね、まあ、注目ですけども、まあ、今回は0対0の引き分けでした。さあ、続いて DeNA 対巨人。5月11日2対4で巨人。そして5月12日5対5の引き分け。そして今日が、雨天中止ということで、1勝1分けで巨人の勝ち越しになりました。5月11日の試合ね、巨人もう速攻で、1点、3球で1点取るという形でね、1番梶谷がストレートボール、ストレートをね、レフトへツーベース。で、ウィーラーがカーブをライトへツーベース打って3球で1点。グーッ、グッ速攻。ね。でその後、ノーアウト二塁からね、ここもう一点取り切れずっていうところで、まあ、ここはね、先発大貫がよくね、一点で、踏ん張ったかなと。で、その後ね、DeNA、初回ね、桑原センター前。で、ここでね、多分、エンドランだったと思うんだけども、戸郷大城のバッテリーが、もうボール球に、立ってはないけど、座ったままボール球に、構えてて、で、セカンドね、桑原盗塁アウト。これ完全、エンドラン的なのを見破ったんじゃないのかなと。でも、初回から見破るって、サイン見破ったか、もしくは何か知らぬ傾向があったかっていうところがね、強いかなと、いうところありますけど、ここはね、戸郷大城のバッテリー、グッド。しかし、その後、ツーアウトになって、オースティン、一発、レフトホームラン、グッド、同点。やっぱこのオースティン外のね、一発構成が出ると DeNA は怖いよね。で、その後ね、巨人、4回表ね、オースティンが打てば、こっちはスモークということで、ライトへホームラン勝ち越し。グワーッ。で、DeNA、スモークが打てば、オースティン持つぜっていうところで、もう一回ね、桑原フォアボール。で、田中がバントでしっかり送ってね。で、ここでオースティンがね、レフトへタイムリー同点っていうところで、まあ、いい形のね、この1番からのね、流れができてるかなと。で、まあ、ここもね、その初回のね、エンドラン失敗が響いて、今度は固くいこうっていうところでね、バントして、その後オースティンがね、しっかり返すっていうね、いい形ができた攻撃だったんじゃないのかなと。あとね、DeNA、2回裏ね、気になったのが、ワンアウト三塁から三塁ランナー外。で、バッター峰井ね、セカンドゴロ。で、若林がね、かなりグッド守備。うまく取ってね、ホームへ投げた。けども、ホームへランナー外ね、楽勝アウト。え？何が起きたの？あの打球で楽勝アウト。で、そこ、走塁までちゃんと映ってなくて、よく見切れなかったんだけど、なんであの打球で、楽勝でアウトになるんやろうっていうね。ちょっと中途半端な走塁がこの1点をね、もぎ取るところでもったいなかったなと。あれぐらいの走塁だったら止まっとかなきゃいけなかったんちゃうかと。逆にあそこで行くんだったらもっとね、思い切った走塁見たかったなっていうところでなんか中途半端なね、走塁になったかなと。で、あとね、巨人、ね、若林、攻守でグッて。最後9回、決勝点、ライトへホームラン。で、その後吉川もね、3打数2安打1安、1打点1ホーマーと、9回ね、追加点となる。センターバックスクリーンホームラン、キュアッ坂本の代役が大活躍。この若林をしかね、最後三島ね、三島もいい形でね、抑えてただけにね、で変化球をね、若林にも吉川にも打たれてね、まあここでね、負けるっていうね、形になりましたけど、まあ DeNA はね、こういうとこしっかりね、もう引き分け、もしくはね、勝ち越していきたいっていうところでね、非常に痛い敗戦になったかなと。でね、12日の試合、5対5でね、引き分け。この試合もね、巨人、速攻です。また。
速攻の中で若林よしこグワーッ、この2人の躍動感、今の巨人ね、まあ選手がね、坂本菅野とかねいなくなってますけども、しっかりとしたねこのバックアップメンバーのね活躍っていうのは非常にね大きな、力にねなってるんじゃないですかね。その他ね、初回梶谷がねショートに内野安打で、ウィラーねここはアウトになって、で丸がフォアボールで、岡本がね、ここから、センターへタイムリーヒットで、中島もレフトへヒットで満塁で、若林がここから犠牲フライ、こういうところでしっかりね犠牲フライを簡単に打てるっていうところが大事なのよ。まあ、ヒットねもちろん打つのがいいけども、こういったところでしっかりね犠牲フライでも1点を積み重ねていく、ガッツね。でその後ね2アウト1塁になって、ここでね終わらないのが素晴らしい。吉川がね、2エンド2からライトにね、タイムリーヒット。ぐわーっ。一気に3点ね。非常にいい形のね、攻撃ができたんじゃないのかなと。でね、しかし、DeNA は一発攻勢。ね。2回、2アウトからね、牧がセンター前打って、宮崎がね、センターバックスクリーンツーラン。で、そして、8回、2アウト1塁から外がね、宇宙間へホームランの後、外がね、フォークボールをね、レフトへホームラン。ぐわーっ。まあ、ここもね、この外へは、高梨ね、まあ、出てきて、佐野をね、三振取って、そのまま外に行くんだけども、ワンストライクからね、インコース狙った球が、逆球でね、アウトコース甘めに行って、まあ、そこをホームラン。で、もうさすがにピッチャー交代。で、伊野出てきて、ね、フォークが高く浮いて、ワンボールツーストライクから、ホームラン。ね。だから、まあ、ここかな。やっぱね、今のね、巨人の一番の不安要素は、もうやっぱりリリーフ陣だね。やっぱバタバタしてて、だからそこで、本当は外で右に変えたかったんだけども、ちょっと伊野尾も心配です。的なのでね、ちょっと変えづらかったと。で、その前にはね、野上、鍵谷っていうところが投げてるから、ここがね、投げてなかった。だから高橋のね、3フォア、あれも痛かったね。あれが多分ね、原監督の計算違いになって、で、あそこでね、野上がね、後ろ行ってしっかりね、踏ん張って、抑えてからもう1イニングね、替えまたぎに行った。野上、グワッツ。で、その後ね、鍵谷が、まあ、一人抑えて、で、高梨来て、でね、このピッチャーのやっぱりリリーフ陣の駒不足、で、伊野どうしようか、もう高梨でいけるやろって言って逆球でホームラン。いやーもうここを死んでたら、伊野で行こうって言ってフォーク高めに入れてホームラン。わーバーッとみたいなね、この苦しい、ベンチね、っていうところがね、出てね、この変え方、このリリーフ系統するのか変えるのかっていうね、もう、まあ、何がいいかっていうより非常に難しい判断。原監督はね、今、かなり飾られてるかなと。で、まあ、明日からのね、首位阪神との、決戦。いや、このね、まあ、阪神はね、青柳、アルカンタラ、で、伊藤だけどもね、ここをどうね、組み立てながら中継ぎで、阪神はね、いいだけにね、行くのか。ちょっとこの中継ぎセーブがね、巨人は、ちょっとね、課せられてるかなと。で、あらー、これはもう DeNA かーと思ったら9回、2アウトから。丸はね、スライダーをライト前。で、岡本がね、ストレートを同点ホームランツーラン。岡本グーッ！でね、ここでよ、問題は、バッテリーよ。ね、前日、ね、さっきも言ったように、吉川若林に変化球ホームラン打たれてるんだよね。で、いろんな解説者の人も言ってた。力あるんやからまっすぐ行った方がいいよ。なんでまっすぐで行かなかったんや。みたいなね、的なことを言ってて。でね、2アウトまで行って、丸にスライダー打たれて、いやーまた今日も変化球打たれたら、あれやしかくないしなー。昨日のやつもあるし、しかも今丸に変化球打たれた、もうまっすぐ力勝負やろーって、まっすぐ力勝負に行ったら岡本がバーホームラン、岡本グーッツ。でも、バッテリーの気持ち、痛いほどわかります。あれでもし変化球打ってたら、バカかお前、なんであそこで変化球ないの、ストレート行くやろーって絶対100倍言われるんだよね。いろんな人から。でね、丸にもね、打たれてなかったらよかったけど、あれ打たれちゃったからね、もうこうなったらもう力勝負しかないやろっていう形でね、力勝負。だからまあ、ね、打たれようと思って打たれてないし、やろうとしてることもわかるし、なんでそうなったかもすごい理解できるんだよね。そういった面ではもうバットっていうのはなかなか言いづらいし、まあ、打った岡本がね、とグッとよ。まあ、バッテリーはね、これを経験に踏まえて、どうなったからどうじゃなくて、打たれてからこっち行くとかじゃなくて、もう一回ね、リフレッシュして、三島、山崎とかね、エスコバーとかいるけども、このね、三島に対してはどういう風にすると三島の能力が上がるか、抑えやすいかっていうのを考えて、変化球打たれたからストレートとか、ストレート打たれたから変化球じゃなくて、このバッターに対してはこういう風にこういう風にやっていく。で、それが甘いだったら打たれようが、どうしようが、それをやって組み立てていくことが、一番ね、三島が抑えれる最善のね、方法だと思うんで、まあ気持ちをね、切り替えて、実践にね、臨んでもらいたいと思います。その中でもよ、追いつかれてよ、よし行くぜって
1点取ってさよならやっていうところで2アウトまで行って、もうね本人一番分かってます。でも言います、小原バーッ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 ね、あのファーストの後ろにふわふわって行って、で落ちてね、ファースト止まり。まあそれはね、本人がね一番多分よく分かってるよ、あのやっちゃったっていうのはね。それはまあ俺自身もあるし、本人一番分かってるけども、これがねもう一回ね、桑原には考えてもらいたいのが、まあ昨年ね、まで一回レギュラー掴みかけてね、で、掴みきれなくて、で、佐野がね、筒子の代わりに佐野が出てきて、外野オースティン来てんで、梶谷が3割打ってね、出番がね、全くなくなってきて、2軍にも行ったりしてね、時何とかして頑張ってやろうっていう気持ちを持ってね、今年挑んだと思うんだよね。で、その中で、まあ今年ね、いい形でセンターのポジションね、神里と、高さがいながらね、しっかりいい形で結果を出して、いいところでも打ってね、いい仕事をしている中で、多分慣れが出てきてると思うんだよね。もうずっと出るっていうね。この慣れがね、その去年までの苦しかった時のことを多分忘れてるんだよね。これでもね、仕方ないんだよね。あの人間みんな慣れてきたらね、調子良くなってきて慣れてきたら、ま、そういったところがね、忘れるんだよね。おろそかになってくるところもあるけども、まあこれがね、シーズンの序盤で良かったじゃんね。これがもしね、終盤の大事なところ、まあね、DeNA ももう自力金融庁ね、消滅かっていうところでね、本人としてはね、しっかり結果残さなきゃいけないところでね、まあ早めにね、こういうプレーになって、まあ三浦監督にも怒られてね、もう一回自分を律してね、真摯に向き合って、出れなかった時の気持ちをね、もう一回真っさらな気持ちでね、ぶつけるような形で、頑張って、行ってもらいたいなと思います。ね。まあ、今後もね、こういうことはないと思いますけれども、そういった面ではね、チーム全体で、この桑原のプレーを見てね、チーム全体でもう一回ね、引き締めて、ね、こっからのね、交流戦あるんで、本当にね、交流戦でどうなるかわかんないんで、この交流戦でね、しっかりとしたね、形を持ってね、DeNA だってね、ラミレス監督、去年一昨年くらいかな、DeNA、交流戦前までね、もうラミレス監督、更迭かって言われてたところでね、交流戦でセリーグ2位の形でね、しっかり頑張って、4位だったかな、交流戦。で、それでね、一気に貯金作って、A クラス入りっていうのもなったんでね、この交流戦で、ね、ここでセリーグっていうのは大きく勝ち越したら大きく動くんで、そのためにもね、ここでしっかりもう一回チーム全体で修正して、交流戦に持っていって、そこでガッてね、いけるように、するためにね、しっかりやってもらいたいと思います。以上。DeNA 対巨人はね、1勝1分けで巨人と勝ち越しでした。さあ続いて最後に阪神対中日、5月11日4対4で引き分けで、12日は雨天中止、そして、13日、今日は、2対1で阪神の勝ちで、5月11日ね、4対4の引き分けっていうところで、阪神ね、初回近本のね、ツーベース、そしてね、糸原のね、セカンドゴロ進塁打、ぐわーってこういうとこをね、好きだけちゃんとやるっていうところはね、強い証拠なのよね。勝ってるチームっていうことは、こういうところで隙がないね。で、その後、マルテがね、センター前、タイムリーね、11球粘って、で、12球目ね、この三振しないようにしっかり引きつけてコンパクトにっていうところでね、チェンジアップね、引きつけて三振するコンパクトに打ってセンター前、ゴー。これ非常にね、まあ、満振りしてね、長打力、パンチ力っていうのもあるし、こういったところでしっかりね、コンパクトに振り抜いて、そのチームバッティング、ここはシングルヒットでいいっていうところはね、シングルヒットで、徹底するっていうね、このマルテのね、バッティングの仕方、考え方、非常に素晴らしいバッティングだったかなと。で、中日はね、2回、ビシエドのね、厳しいボールのシュートね、レフト前に打って、で、高橋ね、チェンジアップ、で、8球目、ここもしっかり粘ってね、今季1号ホームラン、グワッツ、ナイスバッティング、ね。で、4回、木下ね、シュート、初球、もう思いっきり開いてね、もう狙ってたね。で、それを、狙い撃ち、ツーラン、グワッツ、ね、積極打者がね、積極打法、生きたかなと。でね、阪神はね、4回裏、ノーアウト1塁で、佐藤の、まあ、結果はね、ライトオーバー、ツーベース。ね。でも、ライトガーバー、打球に合わせて交代。ちょっとね、ゆっくりゆっくり。だから、最初からフェンスまで行ってたら、ね、取れたと思うんだよね。まあ、ちょっと、バーッと、だね。あれは取ってあげないとかわいそうだね。うん、ちょっとヨタヨタってする感じで、ゆっくり下がりながら最後頭こいちゃったみたいな感じだから、あれバーって走っていって、フェンスに続いてみたら楽勝で取れたと思うんだよね。そういったところでね、それがヒットになってノーアウト2、3塁。で、サンズね、セカンドライナー。で、ロハス、このセカンドゴロ間に行って、もうこれは行って OK ですよ、後ろ守って。で、ね、ここで終わってたらダメだったのが、梅野がね、そっからセンターへタイムリー。ぐわーっと。今年はなんか 70% ぐらい、ヒットの 70% ぐらいがセンターから反対方向。みたい。で、ここでしっかりね、2得点。これ1得点で終わるのと全然違うかったのよ。ここでね、梅野がしっかりね、打ったっていうところは非常にね、素晴らしいヒットだったかなと。でね、中日、ね、やっぱ祖父江福で1点差守りきれないのはきついね。やっぱりもう、俺はもう開幕前から言ったじゃん。祖父江福、
ライデル・マルチネスが去年のような活躍、この3年選手がキーマンですよ。全然いかれてる。ね、で、まあ、打たれたのは仕方ないけど、あの、近本のフォアボール痛いよね。服ね。で、その中で木浪もね、最後スライダー。もう素晴らしいヒットよ。あれ見逃したらボールよ。それをね、しっかりこの引き付けで粘って、パン、グー、ヒット。ヒット、グー。ヒット、グー。ね、木浪。ね。で、ライトでタイムリーね。で、しかもこのね、ダイソー熊谷。ぐっそ俺。グー、走りグー。走りグー。ね、生きたね。ダイソーがね、で、しっかりね、ここで点物にすると。でもね、9回裏、阪神、ね、梅野がレフト前ヒット打って、ダイソー上田ね、盗塁グッズ。もうここからね、もう終盤ね、もう、熊谷上田来たら走りまくるよっていうね、で、盗塁して、中野、バント、2-5、木下ね、ナイスプレー、ね、バーッと。ここバント決めなきゃ、ね。で、その後ね、盗塁グッズ。しっかり盗塁してね、また行くっていうところがね、ここの切り替え、素晴らしいよね。新人らしからのね、ミスしても切り替え盗塁してね、取り返すんやってね、グッソーレ、ね。で、そして、糸井のセカンドランナー飛び出し、バーッと。あれは飛び出しちゃダメでしょ。だって多分あれ、抜けててもセンターすっごい前にいたから、帰ってこれなかったと思うよ。あそこの飛び出しは、バーッと。ね。もったいない。まあ、結果ね、4対4で引き分け、なりましたね。で、12時ね、雨天中止になって、で、13日ね、まあ、今日の試合、今日っていうかもう日付変わってるから昨日の試合だけども、プロ野球の1試合しかなかったんで、しっかりね、15分ぐらいお伝えしました。ね。その中でね、まあ、中日、1回ね、ワンアウト1塁から、1塁ランナーね、強打、盗塁、アウト、ね。しかも楽々アウトなんだよ。で、梅野のスローインがちょっと1塁側へ、それ出たの。ね。だから、エンドランかっていうぐらい遅かったし、後ろのカメラで抜かれた時に、梅野取った時に多分ね、半分ぐらいしか行ってなかった。か、もしくは半分行ってなかった。なんで無理やり走ったっていうぐらい、エンドランじゃないよねっていうぐらいのスタートと、走った距離感だったんだけど、まあ楽勝アウトになったんだよね。あれ何だったんやろうなっていうね。あれがもし盗塁だったら俺はね、ババーッと、なのよ。ね。で、その後、2回表ね、ビシエド、3球でね、三振。で、3球三振。で、高橋もね、三振。で、2アウトになって木下。2エンド2からフォークボールがね、シュート気味に、ちょっとシンカー気味に来て、あれ多分ね、見逃した100パーボールなの。それを肘畳んで、打ったホームラン。肘畳んでグーホームラン。ね。いや、あれは、ね、まあ、昨日もね、11日もね、そのシュートを、まあ、狙ってね、西からね、ホームラン打って、で、今回もね、こう、フォークのシンカー系をね、ホームラン。非常に素晴らしい、ナイスホームランでした。で、阪神ね、5回裏、梅野ね、レフトへヒット。で、中野、キャッチャー、ファールフライ。ここで、梅野のね、盗塁アウト。秋山バントするかなって、木下ね、グッソーレ。でも、ここ、で、その後ね、まあ、結果から言うと、秋山が、こう、ポーンって跳ねて、サードの上越えて、レフト前ヒット。で、近本が、インコースのね、この、ロドリゲスのスライダー難しいところ、腰で回って、オンザラインだったかな、レフトね。で、ツーベース。さすがに秋山のね、足じゃね、帰ってこれない。で、その後ね、糸原が、セカンドゴロ。で、近本はね、ツーベース打って、で、その後ね、ツーアウト二三塁から、糸原がね、セカンドゴロ。ここ、梅野の盗塁の時も、ロドリゲスは、牽制もしっかり入れてたし、無警戒じゃなかったんだよね。そう考えたらよ、まあ、結果論だけども、あそこ、秋山バントで、普通にツーアウト二塁で、近本勝負でよかったんちゃうかっていうね。無理に、奇策的なものを取らなくてもね、よかったんじゃないのかと、いう感じはね、しましたね。で、中日ね、ロドリゲスね、ストレートで、スライダーね、ちょっとカット気味のね。で、縦スラ。ね、上投げ、サイドから投げてね、この使い分けも非常に素晴らしかったし、力あったし、このスライダーのね、コントロールも良かったし、縦スラのね、落差っていうのも良かった。で、まっすぐ投げてね、横から投げて、上から投げてね、非常にグッピッチングね、力強かったし、この佐藤のね、この膝元のスライダーとか非常にいいピッチングだったかなと。だからまあ結果的に言うとね、まあ1点取られたけども、非常にね、次回登板がかなり、期待できるようなね、ピッチング内容でしたね。で、まあ、6回裏ね、このサンズでね、2エイド2から、このサイドから投げたスライダーで見逃し三振もね、非常に良かったし、7回裏ね、梅野へね、サイドでストレート、サイドでスライダーでね、ちょっと腰引かしてセカンドぐらいね、非常にこの上投げとサイドの使い分けっていうのもね、グッと、でしたね。で、阪神、7回裏ね、2アウトから代打原口、フォアボール、できました。ダイソー、熊谷、ね、ここ、初球から走るの、グッと。もうね、次のバッターの近本に優しいよね。で、しかもここね、
木下もよ、分かってたのよ、バッテリー。だからアウトコースに外してちょっと腰浮かして待ってたんだけど、熊谷の足の速さに焦ってショートパ。あれもう本当に難しいよ。ちゃんと投げてれば多分タイミングはアウトよ。でも熊谷の足の速さに早く投げなきゃって言って、それまでよりワンテンポ早くして、ここがねしっかりトップに入りきらないまま投げちゃって、力が入らないでショートパンだったんだよね。あそこもうちょっとこういってと言ってたらね、面白かったよね。気持ちの焦りよ、木下ちょっと焦っちゃったね。でその後ね、近本がスライダーカットヒューの胸元のところで、ね、こう畳んでセンター前、ロドリゲスもうまく取れたけど取れなかったっていうね、あの近本のバッティングが腰の回でね、その前を引っ張り込んで、今度はねしっかりセンター前にね軽打っていうところで、非常に素晴らしいバッティングだったかなと。で中日ね、こっからよ、7回表ね、ビシエドショート内野安打で、高橋センター前ね、でこう木下よ、ノーアウト1塁でバンドするのかしないのかい問題よ。ここでもね、今日木下はね、秋山に対して一番タイミング合ってたし、1打席目ホームランで2打席目もね、しっかり、初球をね、ヒットしてるっていうところで、まあ、ここで、ね、どうなんやっていうところで、まあ、バントはないかな、ここはね。しかもね、俺はロドリゲスを変えたくなかったと思うんだよね。もし木下バントしたらバント。で、ワンアウト2、3塁。で、阿部のワンチャン勝負なんだよね。で、ここでもし阿部がボン出したんだったら、多分根尾を敬遠。で、ロドリゲス、多分代打なんだよね。だからもう阪神としては、ロドリゲス変わってくれた方が嬉しいから。でも、中日としては、まあ、昨日のね、福祖父江もあるし、もう1イニング最低でも行ってほしいっていう思いがあったから、ここはもう打たして、木下、阿部で2人でヒット打って返してくれっていうね、作戦だったと思うし、もし俺が木下だったら、ホームランも打ってヒットも打ってるのに、バントのサインだったら、はぁ、なんてバントなんだよ。で俺だったらもう不転だよね、絶対に。まあ木下はね、俺みたいにそんな政策格じゃないから不転らないと思うけど、やっぱりそこはね、まあ難しいね。だからもうバントでも正解だし、打ちに行っても正解だったと思う、作戦としてはね。でも結果的に1点も入れれなかったっていうところでね、今の中日が勝てないねチーム状況じゃないのかなと。しかしよ、こっからよ、8回表ね、こう代打福田フォアボール、先頭よ岩崎投げて、でこれダイソー高松、もう阪神はね、7回裏にダイソー熊谷で入れていって、ここ高松取るやなと思ったらね、なんと暴投。あれはさすがに梅野でも取れないね。でノーアウト2塁になりました。ここはバントでしょ。しかも大島がね、絶対進塁打打とうっていう気持ちも出てたし、でもそれがね中途半端になって、なんか緩いスイングになって、こうね戦おうと思うとこうなって上がっちゃうんだよね。でセカンドハーフライナー、いやここはバントやろ。しかもよ、無理やりでも進塁打打って、しかもカウント1-1だったと思うんだよね。追い込まれてたら仕方ないけど、無理やりにでもゴロ打って進塁刺すんだったら絶対もうバントの方がいいのよ。そんな中途半端なことするんだったら、あれだったらもう自分が返すぐらいの形で思いっきり打ちに行ってほしかったね。なんか全体的に中途半端、もうあれだったら本当俺はもうバントしてほしかった。で強打で、なんとか、高松だからね、もうゴロゴーも含めて全部でなんとかね、もう点取っていく、セーフティースクイーズもあるね、ギャンブルスタート、いろんなことできるっていうところでね、ワンチャン勝負してもらいたかったな。だからそのね、7回の時の状況と8回の時の状況まるっきり違うと思うんだよね。俺はだからもう8回は 100% バントだったと思うの。ここら辺はね、まあ去年もそうなんだよね、この前半なんかね、ちぐはぐさ感、ちょっとベンチがね、ちょっと無策っていうか何もしなさすぎるね。状態がね、いい時だったら何もしなくてもいいけど、この状態が上がってこない時に、やっぱりベンチが積極的に動いて、メリハリ、やる時はやる、やらない時はやらないっていうメリハリでやっていかないと、なかなかね、この打開していけないんじゃないのかなっていうところで、このね、8回の攻撃っていうのはちょっとハテナっていうところが、多大にあったかなと。で、京田がその後ね、まあ追い込まれながらね、岩崎のね、踏ん張ってファールしてファールしてね、まあ最後ね、合わせるだけ、まああれが精一杯かな、センターフライになって、で、ガーバーね、三振、ストレート、岩崎、ブーって、ガーバーの時、うなってたね、あのストレートがね。でね、8回裏、で、ツーアウトになって、サンズにね、シュートシュート、ね、ホームラン、ね、またよし。まあでもあれは仕方ないね。前の多分甲子園だったと思うんだけど、又吉出てきて、あれ誰だったかな、サンズかマルテか忘れちゃったけど、どっちかにシュート投げて詰まらしてピンチ防いだ時あったんだよね。だからまあ人によったらね、一発打たれたあかん時にインコース行ってダメやっていう人いるかもわかんないけど、俺はいいと思うんだよね。あそこでインコース行くなって言ってたら多分又吉が死んじゃうんだよね。
しかもそれでね抑えた時もあるし、あそこはね、まあ、初球ねほぼど真ん中だったけど全く無反応で見逃して、多分次サンズは多分インコース張ってたと思うんだよね。だからまあどっちかっていうとサンズの方がね上に行った、サンズが良かったっていうだけで、俺はもし今度同じ状況でも又吉にはインコースのねシュート系投げてもらいたいし、あれをねインコース行くなっていうやつはねもうダメよ、もうそんなやつの言うこと聞かなくてもいいのよ。そんなこと言い出すと、まあ、アウトコース一辺倒になって、あんなの大事な時に行くたらもうインコース行けないじゃん。そしたら又吉のねこのいいところがなくなるから、もう一回ね同じ状況になったとしても俺にはね又吉がねインコースのシュート系っていうのをまあしっかりね投げ込んでいくスタイルっていうのを変えないでね行ってもらいたい。まあここまでねいいピッチングしてただけにね、まあこの、まあ、流れ的にもよるしね、又吉のホームランっていうよりはその前にちゃんと点取ってやらなかったことがやっぱこうなってると思うんだよね。そこら辺はしっかり切り替えてね又吉にも頑張ってもらいたいなっていうところもあるし、9回表ね先頭これ絶対どうにかなるよっていうところでビシエドのね三遊間もう打った瞬間俺は絶対悩んだと思ったら、中野のこれ取ってから早いっていうねグップレーね、あそこでアウト取ってそのパンパンパンとスリーアウトね、非常に中野のね活躍っていうところも大きかったかなと。まあ、阪神ね、秋山、ストレートね、ナックルカーブ、カット、フォークとね、コントロール、キレ、ともに完璧。でね、ロドリゲス、2対1の5回表だったかな。ツーアウト3塁でね、カット、カット、カットと、もうビタビタ、もうピッチャーだからってね、気抜くことなく、もう思い切って、バッターと同じようにね、カットボールね、3連投のビタビタはね、非常に素晴らしいピッチングだったし、1打席目ね、ロドリゲスに対しても、ピッチャーに対してもね、インコースもしっかり使ってるっていうところで、まあ非常に良かったかなと。今日は特にね、カーブがね、緩急ついて、タイミング外すっていう形もできたし、まあ前回よりもね、カーブをうまく使いながら、それをしっかりコントロールしながらね、緩急でタイミング狂わせて、相手しっかり振ってきてるけど、若干芯外すっていうね、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないですかね。しかもフォアボールもね、ゼロっていう形で、まあ勝ちはつかなかったですけどね、まあ負けがつかなかったっていうところで、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。さあ、ということでね、また今週、今日からか、金曜日始まりますけれども、まあ注目のね、やっぱり東京ドーム、巨人阪神戦のね、首位攻防戦、巨人はね、畑、ね、阪神は青柳、この青柳をね、打ち崩せるか、まあ、吉川若林のね、この代役のね、若手コンビがね、どこまで活躍するかって期待したいし、まあね、阪神はね、全打線ね、どっからでも点が入るっていうね、まあ、爆発するのかっていうところでね、この中部攻防戦、期待したいしですね、パリーグはですね、佐々木朗希がね、この3連戦で投げるんじゃないのかっていうところでね、どういうピッチングするのか、で、日本もね、伊藤勝ってね、ここまで次にね、どういう風なピッチングをね、してくるかっていうところもありますし、まあ、ソフトバンクがね、まあ、嫌な形でね、追いつかれてるんで、こう石川でね、しっかり勝っていきたい。山岡は食いのコート。まあね、この今日の試合もね、非常に楽しみ、多い、試合になってくると思うんで、どんな、ね、試合になるのか、またね、月曜日、総チェックやっていきたいと思います。ということで、皆さん、ご視聴、長い時間、ありがとうございました。今日からの3連戦、どの試合も注目のところです。要チェック。